いよいよこれはあれですよね、ネーションズリーグの前ですから、まあまあそのパリへ行くための大事な大事な戦いの直前ですけど、まあ、コンディションの方いかがですか？個人的にはとてもいいです。どうですか、チームの雰囲気といいますか。チームの雰囲気もとても良くて、そうですね、まだやっぱり大会にピークを持っていくので、トレーニングもまだハードですし、筋肉痛があったりとか そういうことはあるんですけど、もう動きもみんないいですし、コミュニそケーうションもすごい活発に取れるチームなので、すごく雰囲気はいいと思います。ですね。やっぱりこうピークね、上げていって、でもね、連戦ですからね、1そう回なんです勝負じゃよ。ないんでね、この大変ですよ、試合数も多いですし、連戦だし、いかがですか、そのあたり。そうですね。私は特に年齢も重ねているので、で、国際大会もとっても久しぶりで、そうですね、不安な部分も大きいんですけど、やっぱり優秀なスタッフの方たくさんいらっしゃるので、いろいろ相談しながら乗り越えられればなと思います。今ね、ちょっと年齢のお話が出たんですけど、一応最年長でいいんですよね、最年長で。しかもね、セッターということで、もうチームの中でいうと、まあ、司令塔といいますかね、まあ、お姉さんが司令塔で っていう感じだから、ちょっとそういう意味でも責任あるんじゃないかななんて思うんですけど、いかがでしょでも、年齢関係なくみんないろんな経験している選手が集まってますし、なんか誰かに頼るとかそういうことではないと思うので、自分は自分のできることをしっかりやりたいですし、若い選手から学ぶことも本当にたくさんあるので、そこまでこう私が引っ張らなきゃとは全然思ってなくて、なんかむしろこう後ろからサポートできたらなっていう気持ちではいます。ちょっと監督ともお話したんですけど、監督ってソウルオリンピック出てらっしゃって、実は僕も出てまして、当時一緒のオリンピアなんですよ。だからその時からっていうこともあってですね、さっきちょっとおしゃべりしてたんですけど、ふたくんってよく岩崎を取り上げてくれたって言ってましたよ。本当にありがとうございます。もうなかなか分かっないてのますね、で。さすがに分かってますねって言ってましたよ。嬉しいです。ありがとうございます。だから監督の、いやもうあいつはもう、あいつはみたいな、ちょっと言い方悪いですけどね、もうね、ブロックもいけるし、もう打たせてもいけるから、もういいとこ見てくれてありがとうございますってちょっとさっき言われちゃったんで、非常に期待が大きいなと思ってるんですけども、監督からどうですか、どんな、まあ、指示といいますかね、役割といいますか、そういうものに、ね、やってほしいなって言われてることあると思うんですけども。監督はよくこう暦のいいとこはここだからっていうことをたくさん言ってくれるんですけど、もちろんこう改善するところも言ってくれるんですけど、やっぱり長所を生かすっていうところはすごく思ってくださっていて、で、自分はやっぱり高さがあるので、高いところでボールをさばけるっていう部分と、ブロックだったりツーアタックだったりサーブとかで、もともとアタッカーからセッターに転向しているので、隙あらば点取ってやろうっていう気持ちは ちょっと持っているので、そういうところは評価してもらってるのかなと思いますけど、でもやっぱり日本のバレーボールはトスの精度だったり使い方とか、その頭の部分がとっても大事だと思うので、そこは自分の中ではまだまだ勉強しないといけない部分なので、その長所プラスそういう精度だったりトス回しの部分でもっともっと監督の信頼を得られるようにしていかなきゃなっていう気持ちはあります。やっぱり世界と戦うとね、やはりもう世界がもうでかいじゃないですか。特にバレーボールってね、そのやっぱり体の大きさって、まあ言ってもだいぶ影響しますから、そういう意味で言うとね、かなり、まあ、その日本の得意な、まあ、粘り強く拾ったり、まあ、スピードであったり、まあ、コンビネーションであったり、まあ、そういう意味で言うとセッターにね、もうちょっとプレッシャーかけられちゃいますけど、セッターの役割がね、ちょっと大変じゃないかななんて僕ら勝手に思ってるんですけども、いかがですか。野球で言えばキャッチャーってまさにそうじゃ僕ないはです勝手に思っか。てますけどね。もう私もセッターとキャッチャーってすごい似てるなと思っていて、どんなにすごいピッチャーがいてもやっぱりサインでやっぱ始まるので、そういう意味では似てるなと思って見てますし、やっぱり勝ってもピッチャーすごい、そう、確かに。バッわターかするごわいか
で負ければね、あの使い方みたいな そういうポジションでもあるんですけど、でもやっぱり一番面白いポジションでもあるなと、セッターもキャッチャーも思うので、その面白みっていうのはなんか自分の中で忘れないでというか、ワクワクした気持ちでやれればなと思ってます。ありがとうございます。なんかこう僕のことをキャッチャーって分かってくれてるだけでもちょっと嬉しかったです、ね、大好きなんです私はヤクルトファンなんで。先ほどもちらっとありましたけどね、自分のこうプレースタイル、どういうところがあります？高さがあるので、うん、その高いところでボールをさばけるっていうところが一番武器にしたいなと思ってるところと、うん、あとはツーアタックとか、うん、まあ、ブロックで貢献できればなと思ってます。やっぱりこうセッター、まあ、日本の場合特にね、そんなに大きくない人が多かったからね、過去やっぱりこう特にブロックとか狙われますもんね。狙われますね。だからそういう意味で言うと、はい、ブロックに入れるのはだいぶ僕は大きいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、まあ、そこは売りだし、はい、いざとなったら打つよと、もうはい、好きあらばと思ってるんですけどでも本当にどっからでも、うん、バックアタックもフロントでもみんなが準備も早いし、うん、やっぱ技術も高いので、私が打つよりバックアタック打ってもらった方がいいなって思うこともあるので、うん、その自チームでいるよりやってる時よりはちょっと、うん、ちょっとなんていうんですか、打たない方がいいなっていう気持ちはあるんですけどそうか、自分のチームだったらもうちょいやっちゃうかみたいな感じですけど、はい、でも海外の選手は、うん、セッターが打ってくると思ってない人が多い、ね、うん、多分多いと思うので、ここ数年国際大会も出てないので、うん、なんかそういう意表をつくっていう部分で最初の方は通用するかなと思うので、うん、好きあらば狙っていきたいな、まあ、でもそれは一つのね、だから相手がマークしてくれば他のマークはずれるわけだって、そうですね、はい、そういう意味で言うと、まあ、特に日本はね、いろんなことやってね、ここまでバレーの進化で言い出すとね、男子も女子もそうですけど、いろんなことやってきて、まあ、大体日本がやりだしてよその国に真似されてあれあれってこれ日本は先ができるようになっていうこと多いなと思うんですが、今のバレーなんてね、もうスピードも速いしね、もうバックセンターなんて当たり前になってくる時代ですもんね。もうだからそういう意味で言うと、バリエーションの幅もね、セッター広がってますよね。昔はA ですか B ですかみたいな話だったのが、うん、はい、かなりそのトスもね早いですからね、早いです、タイミングを合わせてすごい大変じゃないかななんて思うんですけど、いかがですか？大変です。復帰されたっていうこともあってね何年、3年ぐらいお休みされてたんでしたっけ？2021年に子供を産んだので、うん、まあ、でも妊娠の時期もあるので20、21ですね、うん、2年間は、まあ、産休育休で休んで、代表は2019年ぐらいかなまでだったので、まあ、5年、代表でいうと5年ですもんね、はい、いかがですか、やっぱりちょっと変わってきてます、その5年間ですね、もう近代バレーになってきてからですけど、それからでもこの5年っていう意味でいうと、そうですね、まあ、監督が違うっていうのも、あ、確かに、うん、あるので、一概には言えないですけど、でも速いだけじゃなくて、やっぱ高さもある、日本選手ですけどやっぱり打点が高い選手も多いので、速く高いところに持っていくっていうのはセッターとしてはかなり技術がいるので、今までのタイミングと若干違うんですよね。そうですね、不安っていう高さを持っていけるんですけど、速いところにこうスピード持ってっていくのはなかなか難しいの で、ね、昔は本当ね多かったですね、そうですね、こういう感じでポーンってポーンって打ってみたいな感じなんですけど、今違いますもんね、はい、普通にこう開いててもポーンってポーンポーンってポーンみたいな、そうですね、でその長さもなんかこことここがあったとしたら、うん、ここも増えてるみたいな、はいはい、細かくなっているので、神経後ろもありますしね、そうですね、ね、まあ、だからバリエーションが増えた、いい言い方すればね、うまくまあセッターに帰ってきたとして、バリエーションが増えた分なかなか差配するのが、はい、難しいです、難しいですけど、はい、でもそこは腕の見せ所ですよね。そうなんですよねそれを楽しめればいいんですけど、はい、うん、世界のやつらをちょっとあっと言わせてやろうかと、はい、僕らちょっと、ね、勝手に簡単に言いますけどね、そういうところかなと思ってるんですけど、今ちょっとねお母さんの話がちょっと出たんですけど、
まあ、あの先輩にもね、大友さんであったり、はい、荒木さんであったりね、いわゆるこうママさんになってからね、まだまだ頑張ってられる方がいらっしゃったんですけど、そういう意味ではあのいわゆるこれはなんて言うんですか、ママさん選手、どういう言い方したんですかね。なんかでママさんプレイヤーって言われるのが嫌がる方もいるので、ね、そうそうなんですよ、なんかあんまりね使わないですよね、そうなんですよ、最近ね。そうそうそう、だからただまあ実際ね、あのお子さん産んで帰ってこられたっていう方もね、はい、いらっしゃってすごく大事で、これはでもある意味ねこう皆さんにこう元気を与えるといいますか、非常にいいニュースと僕は思ってるんですよ、はい、ですからそういう意味では どうなのかなと思うんですけど、言われたりすると思うんですけど。そうですね、あの私もずっとバレーボールは長くやりたいと思っていましたし、うん、結婚出産っていうところに憧れもあったので、うん、でもこう両立するのは難しいなと思いつつ、うん、でもやりたいという気持ちはずっとあって、うん、でそれを主人が応援してくれて、うん、実現したんですけど、例えば大友さんとか荒木さんとか、うん、ずっと代表で活躍されていて、はい、で技術もあるし、あのなんかなんていうんですかね、多分私みたいな選手からしたら 別次元の話みたいな、エリカさんだからできるみたいなところがあるし、多分バレーボール知らない人でもなんかそういうイメージあると思うんですけど、私みたいなあの選手がここまでできてるっていうのは、あのなんていうんですかね、もうちょっとその出産を経て復帰するっていうところにリアリティが持てるというか、もうちょっと身近な話題になるのかなって思うの で実際あの代表にまた呼んでもらって、うん、正直ちょっと来るか悩んだんですよ、うん、やっぱり子供も小さいですし、はい、家族のサポートなしではできないですし、で自分もあの可愛い可愛い息子を置いてあの覚悟決めてできるかなってちょっと考えた時もあったんですけど、まあ、自分が挑戦したいっていうのもあったし、うん、ここであの行かないっていう選択をしてしまったら、うん、まあ、次の世代にこう出産して復帰して代表レベルでやりたいっていう人にとってこうなんて言うんだろう、自分がなんて言うんですかね、貢献できないというか、そういう気持ちがあったので、その次の世代のためにも自分がちょっと一歩踏み出して頑張るのが大事かなと思って、うん、あの来ることを決めたので、うんうん、若い選手がちょっと自分事として考えてもらえればいいかなと思います。いや、まあ、今の時代ね、男性だ女性だって怒られちゃいますけど、でも実際女性がねこう結婚して仕事辞めなきゃいけないとか、例えば出産のために辞めなきゃいけないとか、キャリアを捨てなきゃいけないっていう現実まだまだある話なんで、はい、でもそれはそっちでね幸せがあるわけであって、うん、またその後にね復帰できるっていうね能力がとかある人とかね、戻りたいと思ってる人は僕らはやるべきだと本当に思ってるんで、うん、はい、本当にそう思います、はい、で加えて言ったらね、僕ちょっとインタビュー関係なしで言いますけど、はい、ご自身のためにもやっぱりこれで行かなかったら悔い残ったと思いますよ、後から振り返った時に、はい、もう一つ言うとその息子さんもね、いや僕のために辞めたのって言われたらちょっと、うん、確かに嫌な思いをしながら、ね、生きていかない、うん、それ挑戦していけるかどうかは別で、ね、それは行くべきですよ、逆にここでグイグイやってもらうと、はい、みんなハッピーになれないですから、そうですね、こんなもうチャンス、逆に言うとチャンスですよ、はい、自分のためにもね、主人にもそうやって背中を押されて、うん、いや能力ある人、能力ない人には言いませんよ、はい、君は本当、まあ、これぐらいいいんじゃないっていう人もいます、現実男も女もよ、うん、っていう意味いるけども、その能力ある人はちょっと日本代表ですよ、行かなきゃ、はい、ありがとうございます、でもいかがですか、なんかこう自分の中で、まあ、ある程度吹っ切ってと言いますか、覚悟を決めて入ってきたジャパンだったんですけども、なんかどうですか気持ち的に、今からね、やっぱりこう今からはそのネーションズリーグですか、でそのあとね結局ねパリ目指してられるはずですから、はい、オリンピックっていうのを目指してやってるんで、いかがですか、なんか気持ち的に、あの東京オリンピックが終わって、うん、で子供を産んで復帰するっていう方にシフトしようって思った時はもう代表のことは全然考えられなくて、とにかく子供を無事に産むこととか、はい、バレーボールにちゃんと復帰することとか、そういうことを考えていたので、まさかそんな子供産んで3年後にこんな未来があるとは思ってなかったので、うん、すごく嬉しいんですけど、なんか
こうそこまでパリに絶対行くっていう気持ちが数年前まではあまりなかったので、で選ばれてから嬉しい気持ちと、でもそうやってずっと目指してやってきた人たちとの温度差とか大丈夫かなって思いながら来たんですけど、でもやっぱり来てみたらもうパリに行きたいし、パリの出場権取りたいし、このメンバーに残りたいし、この環境で一日も長くやりたいなっていう気持ちが、もうふつふつと湧き上がってきたなって、うん、いいですね、はい、思います。でもただその最後まで残るとかパリに行くとか、そこだけが成功ではないなと思うので、毎日一日一日こういう環境でできるとか、古田さんにお会いできるとか、そういうことだけでも本当に自分の人生にとって財産になっているので、まあとにかくなんだろう、自分の成長のために一日一日大事にして、まあ最初セッター4人いたんですけど、セッターでもなんですか、チームセッターみたいな感じで、みんなその自分の何でもアイディアとか全部もうさらけ出して話ができるような関係だし、なんか誰が言ってもその4人で、なんだろうな、例えば大会中に帯同できなかった選手とも連絡が取り合えたりとか、そういう中に仲というか関係になればいいなとも思うので、なんかこう自分だけがこうのし上がるみたいな、そういう感じではないんですけど、でもやっぱり残りたいって気持ちはありますし、日本代表としてオリンピックに出られたらもうこんな素晴らしいことはないし、家族にも恩返しができると思うので、できる限りのことは頑張ろうと思っています。ちょっと母代表としてね頑張るぞと全然もうひよっこですけど、世の中で見てるね、たくさんのお母さん方たくさんいてね、はい、本当に皆さん頑張ってられるんでね、とはいえどうですか、ちょっとこうなんかやっぱりこう、まあもうね覚悟を決めてきてるのはもちろん分かってますけど、そういう逡巡すると言いますか、いろいろ考えたりすることとかってあります？なんか、まあ、息子さんでね、まあ、毎日連絡取ってると思うんですけど、はい、もうすぐ3歳なんですけど、母の日で17日が誕生日なので、もうすぐもうほぼ3歳なんですけど、毎日こうできることが増えたり、なんかどこで覚えてきたのその言葉みたいなこう言ったりとか、なんかすごく可愛い時期なので、そのずっと一緒にいたいという気持ちもありますけど、でも子供がママ頑張ってねって言ってくれると本当に頑張れますし、そうですね、大きくなってそのなんだろう、ママがどんなことをやってきたとかどんなふうに頑張ってきたかっていうのを見た時に、こうママかっこいいなって思ってもらえるように頑張りたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。いかがですか、その、まあ、子供さんがね、こう例えば、まあ、こう終わってからね、まあまあそれからもコミュニケーション取れますが、はい、まあ、7月いっぱいまで、ね、あと数ヶ月ですから、はい、僕らは全力で頑張ってほしい、はい、逆になんか不安に思ってたことが僕はね解消されてたりすることもあると思うんですよ。もしここで行ったらなんか家がね、応援してくれてるけど本当はうまくいかなかったんじゃないかなとか思ったりとか、子供がもっと不安があるんじゃなかった、ないと思ったからすごい考えたけど、いや思ったより子供が強いとか、思ったより旦那さんが応援してくれるとか、周りの人がサポートとかね、いやいなかったらいないでやってやれるやんみたいな、それはね、今まで私家事やってたけどみたいな、そういうの多分あると思うんですよ。気づきと言いますか、いい方法 で、 そうです、ね、あの両親も同居してるので、はい、本当に主人だけじゃなくて、おじいちゃんおばあちゃんと生活できているので、そこはあんまり心配ないんですよね。だけど例えば子供が病気したり怪我したりした時が一番心配だなと思うんですけど、なんか前は1週間に一遍とかなんかポッと熱出してするんですけど、ちっちゃい子って、でも私離れてから全くなくって、むしろ元気でそれは本当にありがたいですし、あの保育園の先生方も本当に良くしてくださって、そうですね、家族だけじゃなくて本当に周りの人に支えてもらってできてますね。なんか
母親になると頼らざるを得ないので人に、なんかそういう人に頼るということを覚えたっていうのはすごくバレーボールにとってもいいことかなと思います。はい、まあこうね、レベルが上がってくると大体ほとんどの人がねこう自己責任とかね、そういうことを考えながらね、自分のせいだけにしちゃってね自分でやらなきゃいけない、もちろんそれは大切なことなんですけど、でも現実にはねこういわゆるチームスポーツやってますし、僕も野球やってましたから、なんか負けそうだなと思う時でなんか自分が一人ぼっちと思いそうな時でピッチャーもそうなんですよ、自分が投げて打たれそうって言って、でみんなが行って お前こっちが点取るから頑張れみたいなことを、まあ、マウンドで行ったりするんですけど、そして復活するやつもいるんで、やっぱりねチームスポーツはいいとこだと思うんでね、周りがいる、はい、でそれに加えてねあのプライベートの方もそうだと思うんで、まあ、そういう意味ではいろんな意味で気づきと言いますか、はいはい、気づきはたくさん、はいはい、あります。ありがとうございます。じゃあさっきちょっとあの出たんですけど、なんか盛り上げるポイント、はい、盛り上げるポイント、こういうまあセールスポイントでもいいんですけど、まあ、そもそもこの盛り上げるポイントって何なんだよって僕も思ってます。やらされてるんですか。でもただね、まあ、そういうこう、まあ、フックといいますか、こういうところを見てもらったら今年の女子バレーのチーム、あまり詳しくない人でもこういうところを見ていただいたら分かりやすいかなみたいなポイントがあれば。はい、あのそうですね、個人的には、個人的には、うん、ツーアタックはい、しない試合もあるんで言いづらいんですけど、ツーアタック出た時は、うん、あのあまり注目されないので、うん、その時だけはちょっと注目してほしいかなと思います。多分そちらの顔して「はい」ってやってますけど、めっちゃ上がってます。はい、やったったなみたいなね、まあ、みんなが油断したとこバーンってするわけですからね、やったったみたいな、はい、そんな感じ。あの後のじゃあスマッシュ顔を僕ら見ててるわけですね。スマッシュ、って軽くやってるはずなんでね。でもめっちゃ嬉しい。はい、めっちゃ嬉しいです。それはいいですよね。はい。あとどうですか、チームでは。チームではですね、うん、なかなか見えづらいと思うんですけど、うん、その攻撃に常にたくさんの人が関わってるっていうのが。日本のバレーの凄さだと思うので、例えばレシーブしてもすぐ立ち上がって攻撃に参加するとか、そういう打たなくてもみんなが入っていくっていうところが大事だし、そこが武器になると思うので、他の外国の選手みたいに簡単に諦めないぞと。そうですね、はい、でみんなが同じテンポというかみんなが速いの でそれを私が高いところでさばくことによって、またトスの上がるところから打つところまでの時間が少し早くなると思うので、その攻撃枚数の多さっていうところを注目してほしいです。確かに先ほど練習しま、練習も僕ちょっと見ましたけど、みんなね早いですもんね、立ち上がってみんなが準備してますからね。やっぱりだいぶ変わったなって感じで、たまに、まあ、たまにしか来れなくないんですけど、何かありましたか、Vリーグで決まったシーン、トヨタ車対戦が 何レグかな、2回目に、はい、トヨタ車対戦、こういう2もあるんですけど、うん、ほんまに普通に打つ2で 7,8 点取ってる、あ、そうなの、試合が1試合だけあるので、それトヨタ車対戦、トヨタ車対戦、はい、前のシーズンです、23-20、はい、7-8 点だったかな、5-6 点だったかな、まあ、でも逆に普通のね、まあ、これはたまにあるじゃないですか、はい、そうなんです、ほんまにバチンってやつがあるってことでしょ、あるんですよ、下がっていって、はい、めっちゃおもろいよセッターあれ3人目おったっけみたいな、向こうに攻めればね、誰かリベロかなんか拾ってあれこいつおったっけみたいなところから振ったんでしょ、はい、まあ、セッターに転向されたということなんですけども、もともとはアタッカーってことですね、アタッカーで、はい、高校卒業して企業に山形県のチームに入ったんですけど、あれですよ、聖徳ですもんね、あ、そうです、名門聖徳ですもんね、そうなんです、聖徳の時はアタッカーで、うん、センターで、まあ、ミドルですね、うん、今でいうミドルで、で企業に入ってからはライトで出ていたんですけど、うん、2年目の時にそれまでセッターが5人いたんですけど、うん、5人全員辞めてしまってっていう、はい、ハプニングがありまして、はいはい、5人いなくなってしまって、でその
全日本ユースとか超新社合宿とかでちょっと大型セッターを育てようみたいな、うん、あのムードの時がありまして、うん、でちょうどその時私行っていて、なので2セッターとかあのセッターの練習とかちょっとしてたんですね。で身長もそんなに高くないですし、あの後々セッターに転向するのもあのいいんじゃないかなっていうお話はしてたんですけど、うん、まさか2年目に全員辞めてしまって、で具体的に言われたらそのチームの監督ですか？具体的には言われてないんですけど、うん、でもその時の監督さんもそれはいいんじゃないかって言って、うん、その辞められた5人の中にあのすごく私があの上手だなって思う方がいて、でその人を見ながらというか教えてもらいながら転向を徐々にしていければなと思ってたんですけど、まあ、2年目に全員辞められてしまって、で他にやる人がいないのでまあちょっとやったことあるならやってみなさいみたいな感じでやらざるを得なかった状況もまあ正直あるんですけど、でそこでまあ6年間やって、でそのチームが廃部になってしまって、で今のアギオメディクスに移籍して、でまあもう10年かな経つんですけど、そうですね、大きなきっかけはそのチーム事情っていうところで、ね、まあ、でも逆にそうですよね、大型セッターといいますかね、日本のウィークポイントでもあったと思うんですよね。竹下さんがちっちゃいじゃないですけど、うん、そのブロックとかね、やっぱりそこそこ大きくてね、打てて、それでトス上手い人がやっぱり欲しかったと思う、ちょうどタイミング良かったんでしょうね、はい、でも 今となれば、うん、はい、とっても苦労しました本当にバンバン打ってる方が楽だった、もう楽でした、上げてこいの方がもう楽でした、もう性格的にもそうですし、なんだろう、プレーのやることももう全く違うので、うん、違うスポーツやってるみたいな感じですし、まあですね、サーブ打ってきたらも、まあ、逆に潜ってって向こう側に入って、うん、はい、どこ行くのみたいな感じで考えない、いつもここに来るわけじゃないし、はい、で決まったらアタッカーのおかげ負けたらもう私のせいみたいな、間違いなく私のせいなんですけど、いやいや、でもやっぱり僕も野村監督に怒られましたからお前がアホやから負けんねんつって要求してこっち行ったらピッチャーって言ってもさ言えないよ、言えないですよね、言えないよ、そこでいちいちもうアタッカーの整理したらしょうがないから、僕らね、いちいちピッチャーの整理してたら、そういう性格だとね、ダメなんですよね、そうチーム内でぐちゃぐちゃになっちゃうから、そうなんです、そこからグッとこらえてまだいいよ、多分まだいいよ、女の子毎日パサッとこられてる、怒られてばっかりで、そう、はあ、わかるダメだからな、司令塔という話出ましたけど、なんか古田さんに聞いてみたいことがありますか？たくさんあります。いいんですか？味方の長所、うん、ここぞっていう時に味方の長所を、うん、なんていうんですか、で行くか、うん、相手の弱点をつくか、うんうん、どっちを選びます？そうですね、これ僕の持論ですよ、レベルが下のやつは長所でいく、うーん、ちょっとレベルが上がってきたなと思ったら相手の弱点をつく、そのピッチャーのレベルってことですか？そう、うん、この子ならできると思ったらちょっともうちょっと高い要求する、あいつはこういう球に苦手なんだからそれを覚えろとかそこで攻めようっていうんだけど、どうしてもピッチャーとかね、まあアタッカーもそうかもしれないけど自分の得意なことやりたがるじゃないですか、うん、で大事なところでやりたい、もうそれもすごい分かるんですよ、大事な試合で大事なところで使うのはもちろんいいんだけど、相手も張ってるじゃないですか、はい、だから相手どうせ困ったらあいつこれで来ようなっていうところに、まあ行けたらいいんだけど大体やられるよね、相手もプロだから、相手もレベル高いんでやられちゃうんで、相手が待ってるところにはできるだけ相手のこう考えてもっと混乱させるためにもいろんな手をこっちは用意しなきゃいけないんで、ただできないやつがいるんですよ、レベルが高くて低くて、いやそう言われても僕そこ投げれないんですけどってやついるから、そいつにはお前無理やな、まっすぐ思い切っていくしかないんちゃうみたいななっちゃうんですけど、だからレベルが高くと僕は感じれば両方、だから逆に言うと両方です、こういうこともお前にはできるんだからこれ使って相手を惑わしていろんなことやっていこうよっていうのを、もうこれはねもう話します、お前もそこまで来たんだからこれできるから、困ったら、いや僕は困ったらこれですとか言うやついるじゃないですか、そればっかりだともう本当に頭打ちになっちゃうんで、圧倒できる、まあ、誰にも打てれない球を投げれるとか、分かんない、すっげえ上から打てるとかだったらいいんだけど、そういうことはもうレベルで変えます、うーん、それをもう話します、はっきり言って、だからまあ
時と場合って言い出すとそういうことなんだけど、そこをこう柔軟にやっていかないと、まあ、勝てないかなと思ってるタイプでした。うん、だと思います。なるほど。ありがとうございます。いいですか。逆になってる。僕は暇ですから。お時間そちらも大変で。でも何時間でも話したいです。そうですね。試合の時って、うん、こう平常心って言うじゃないですか、よく。うん、だけどこの闘争心も必要じゃないですか、勝ちたいとか、うんうんうん、そのバランスがなんか難しいなって思うんですけ ど、うん、なんか特に2とかしだすと、うん、なんかあのアタッカーの時の気持ちとか、うん、点取りたいっていう気持ちが出てきたりとか、うんうんうん、まあ、トス上げててもそうなんですけど、うん、もう絶対勝ちたいって出てきて、うん、でなんか冷静さを失ったりとか、うん、逆に淡々とやりすぎてなんか試合終わった後ちょっとあの後味が悪いというか、うん、なんか燃えなんていうんですか、不完全燃焼で終わったなみたいな時もあるし、うん、なんかそのちょうどいいバランスっていうのがすごい難しいなと思うんですけど、うん、あの古田さんはどういう、はい、一言で言うとコントロールなんですよ、うん、それはもう経験値も上がってきてるから、そこのメンタルの部分とフィジカルの部分でコントロールするっていうのが一番大事なんです、うん、だから自分の中でこっちが正しいと、もうそれはもう自分の経験値でいいと思います。あとはもう監督と逃げるって、監督がどう思ってる、やっぱり使われてる方だからさ、監督がこういうプレー嫌がるのに無理やりやるっていうのはちょっとチームとして良くないかもしれないんで、そこは監督ともあの意見が合わないといけないんだけど、そこのコントロールっていうのは、感情のコントロールっていうのはもう自分がするのが仕事なんで、上げなきゃいけないきゃいけと思って足りないっていうのはもちろん良くないんだけど、でも基本的な姿勢で言うとね、みんなが浮き足立ってる時には沈まなきゃいけないんですよ。これが僕らってキャッチャーの仕事、隙ができちゃうから、足元すくわれるとよく言うじゃない、みんながわーってなってる時でなんかどっかに隙がないかなってこうやってキョロキョロするのが僕はキャッチャーの仕事 でみんながちょっと落ちた時に逆あの声出してあげるっていうのは、常に人の逆をやるっていうのをずっとやって、だから自分の感情がどうのこうのじゃなくて、自分のチーム内における役割がそれなんで、その中で自分をコントロールしてやってたんで、まあ、実を言うとあんまり自分の感情がどうのこうのってあんまり関係なかったって言いながらめちゃくちゃガリガリやってたけどねあのでも基本的な姿勢はそうです。なるほど。やっぱりなんていうのかな、相手に向かっていく姿勢っていうのは、極端なこと言うと絶対に必要なわけですよ。で誰しもが持ってるんですよ。だからでそれもないやつで勝てるやつっていないじゃないですか、簡単にやってね。そのこのレベルでよ、レベルが低かったらできるけど、それはもう向かっていくぞ、絶対負けんぞみたいな気持ちはありながら、そこをどうコントロールしていくかだけをずっと思ってるん で基本的な考えで言うと逆をやるのがキャッチャーの仕事。ピッチャーがもうなんか調子乗ってバンバン行ってたら必ずバーン打たれたりするわけよね。それはそんなにうまくできんよねって話もあるから、そういう時はなんかこいつ好きないかなと思ってキョロキョロしとかな、キョロキョロっていうのはみんなが浮き足立ってるなと思って、まあまあここ落ち着いて、ここがっちり行こう、ガッチリここでガッチリ行かないといけないんだよ。なんか調子乗ってるんだよね、こんなプレイしてね、あーってことエラーするやついるのよ、うんうん、大事なところであるじゃない、調子乗ってるからいけるいけるとか、ここはガッチリ、ここの回だけ抑えたらまた僕らのチャンスになってくる、この回だけ抑えたら勝てるとか、まあ雰囲気あるじゃん、今こう変な流れになってる、ここだけ止めようっていうところもあるやんか、そういうのをねを言える風になっていかないといけないんで、みんながこう浮き足立ってる時はここはガッチリで、みんながちょっとなんか静まったらここは行くぞっていうこう奮起させる何かを、ね、やるっていうのはやってましたね。そういうつもりでキャッチャーという意味ではやってました。なるほど。ただまあ熱い気持ちは絶対いますよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、あのイメージと同じでした、ね、うん、同じです、うん、あの古田の方程式の通りですいやいや、面白い。いやいや、もう我々もね、あの、まあ、今でこそ冷静に言ってますけどね、まあ、当時はやっぱりガリガリの方が強いです、ね、ガリガリこうなりながらね、まあ、でもやっぱりどうしてもね、そういう気持ちばっかりはダメだから、どっかでコントロールしなきゃねっていうのを考えながらやってたって感じでした、はい、僕だけです。お子様ってお母さんが日本代表のバレーボール選手だって分かってる感じですか？いや、分かってないと思います。バレーボール選手っていうのは、てかあのバレーボールやってるっていうのは分かってます。だけどあの日本代表とかは分かんなくて、いつもユニフォーム青いのに、なんか今日赤かったなみたいな感じだと思います、はい、番号もなんか違うしみたいな
感じだと思うんですけど、でも今ってよく見れるからいいよね、例えばこうタブレットとか ね、はい、いろんなこう番組っていうかその見れるチャンスだし、ね、はい、昔はね実業家でやっても見れないもんね、うん、ほとんど中継もないし、ね、はい、あのテレビしかなかった時代もあったし、もういろんな意味でね配信もいろいろあるはずなんで、はい、そういう意味ではだいぶ分かってると思うけどね。でも来られる予定ですか、もしかしたら。どうですかね、いければ伝えていきたいですけど、大変ですよ、大変そうですよね、大変オリンピックはもう、ね、大変ですよ ねチケットとかも、そうチケットね、もうホテルもクソ高いでしょうし、今だったら ね、 本当ですね、いや遠近ければまだいいけど遠いし最後じゃ あ、 もうあの家族も含めてどんなプレーを見せたいかっていうのをだけちょっと、ありがとうございます、はい、すいません長くなりました、はい、そうですね、どんなプレー、どんな母さん、母の日なので、はい、あの、まあ、さっきも言ったんですけど、あの子供にとってあの母ちゃんかっこいいなって思ってもらえるような母親になりたいですし、もちろんバレーボールの選手としてももうずっとあの叶わなかったオリンピック出場っていうところがこう自分次第でつかめる位置にいるので、本当に自分が今できることを精一杯やりたいですし、その自分が人としても母としても選手としても成長できるように一日一日本当に大事に過ごしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。いいね、かっこいい母ちゃんっていうのがいいよね、かっこいい母ちゃんこれいきましょうよね、かっこいいやっぱりキャッチフレーズで、やっぱかっこいい、やっぱね、いやもうよく後ろ姿とかいいんだけど、やっぱそういうもんでね、やっぱもう子供分かりますから。ありがとうございます。テレビ朝日スポーツ公式 YouTube のチャンネル登録はこちらから。フィギュアスケートやサッカー、バドミントンなどここでしか見られない限定コンテンツがたくさん。ぜひたくさん見てください。